皆さんこんにちは、かっちゃんです。僕やということで、今日はフースーさん、私は韓国料理が大好きなんですが、短期留学中に食べたポッサムの美味しさにハマり、他の度に食べています。簡単に柔らかい豚肉のポッサムをぜひ作ってほしいです。お願いします、というリクエストをいただきましたので、前回サーモンの塩辛を作った時に塩麹を使ったんですけど、塩麹ってすごくお肉を柔らかにする力があるので、今日は塩麹と久しぶりの炊飯器を使いながら、しっとり柔らか豚肉の韓国風塩麹ポッサムを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。では今回豚肉はあっさりめに食べたいので、豚の肩ロースを使用していきます。脂ががっつり乗ってるお肉がお好みの方は、豚バラのブロック肉を使って作っていただいても大丈夫です。豚ロースを炊飯器に入る程度の大きさに切り分け、フォークで数箇所穴を開け、ニンニクをすりおろしたら、塩麹大さじ2とすりおろしたニンニクを豚肉に塗り込んでいきます。塩麹とニンニクを塗り込んだら、耐熱の調理用袋に入れ、空気を抜いて口を閉じていきます。ちなみに耐熱の調理用袋はこのアイラップっていうのがすごく便利で使いやすいです。袋の口をしっかりと縛ったら、炊飯器の釜に入れ、浸る程度の熱湯を注いでいきます。熱湯を注いだら4時間保温にして、豚肉に火を通していきます。はい、ではお肉に火を通している間に、付け合わせの野菜ナムルとタレを作っていきます。人参の皮を剥き、千切りしたら耐熱容器に入れ、上にもやしを乗せ、水少々をかけ、ラップをして600ワットの電子レンジでティーン4分ティーンしていきます。加熱して野菜がしんなりしたら、水でさっと洗い流し、粗熱を取っておきます。きゅうりは斜めに包丁を入れ、大きめに輪切りしたら千切りしてボウルに加え、塩麹大さじ1を加え、よく揉み込んでいきます。塩麹を揉み込み、しんなりしたら水分を絞り、粗熱の取れたもやしと人参も水分を絞って加えていきます。もやしと人参を加えたら、塩麹大さじ1、ガラスープの素大さじ1/2、いりごま大さじ2、ごま油大さじ1を加え、混ぜ合わせていきます。はい、ではこれで付け合わせ1品目の3種野菜の塩麹ナムルの完成です。長ネギを半分に切り、斜めに包丁を入れ、細切りしていきます。切り終えたら5分水にすらし、辛みを抜き、5分経ったら水気を絞り、塩麹大さじ1と1/2、ガラスープの素大さじ1/3、ごま油大さじ1/2を加え、調味料を長ネギに揉み込んでいきます。調味料を揉み込んだら、いりごま大さじ1を加え、混ぜ合わせていきます。はい、ではこれで付け合わせ2品目の長ネギナムルの完成です。味噌大さじ1、コチュジャン小さじ1、砂糖小さじ1、酢小さじ1、すりごま小さじ2、ごま油小さじ1/2を合わせていきます。今回タレはお肉とか具材に結構味付けがしっかりしているので、少なめの分量にしてあるので、足りなかった場合は倍の分量で作ってみてください。はい、では今4時間保温でお肉をつけておいたので、開けてみましょう。こんな感じでお肉にしっかり火が通ってます。出来上がったら袋ごと取り出して、このまま粗熱が取れるまで冷ましておきます。あれ、豆さん、なんか首は新しなったの。フレンチボーイになったね。You are フレンチ。お座り、お座り。あれ、ハウス、ハウス。おー、ハウス、最近覚えたね、ハウスを。あんた偉いね。歯もね、ちょっと生え変わってきたね。なんかちょっと大人になってきた感じ。はい、では今お肉の粗熱が取れたので、取り出して切ってみましょう。こんな感じに出来上がりました。
低温で調理したのですごくしっとり柔らかく、切っててもねすごくプルプルな感じに仕上がってます。ではお肉を切り終えたのでお皿に盛り付けていきましょう。ではまず洗って水気を取ったサンチュを乗せていきます。作っておいたナムルも盛り付けていきます。ではあと作っておいたタレと、キムチは市販のものなんですけど食べたい場合は包みながら食べてみてください。ではあと手前のところにお肉を並べていきます。箸切れが狙い目。 OK。はい、ではこんな感じで塩麹でお肉柔らか韓国風塩麹ポッサムの完成です。じゃあ今こんな感じにできました。はい、では今回は塩麹を使って韓国風塩麹ポッサムを作ってみました。それでは本日はわさび塩パビョワイ乾杯。くー、たまに飲むドライ最高。じゃあ早速いただきましょう。前回の動画で塩麹を使ったんですけど、塩麹ほんとよく使ってたので、今回は塩麹でお肉を柔らかにしながら、リクエストいただいたポッサムを作ってみました。ではこのまま全ハサミでいただきます。ポッサム、ポッサムー。今回はポッサムでも豚を煮たり茹でたりする感じではなく、塩麹を使ってかつ炊飯器で調理したんですけど、塩麹ってお肉とか魚とかこういうものにつけておくとすごくお肉を柔らかくしてくれる性質があるので、塩麹の味がお肉に染みながらもすごくしっとり柔らかに仕上がって、かつ調理用袋に入れてしっかり空気を抜いて炊飯器で真空低温調理することによって、低温で加熱する分お肉が硬くならず、ほんとしっとり柔らかな感じの豚肉に仕上がります。で、豚肉は今回ロースを使ったんで、どっちかというとあっさりめな感じになります。で、ロース肉なんですけど、塩麹と炊飯器によってすごくお肉はしっとりしてて、野菜もたっぷり取れてすごくヘルシーな感じに食べられると思います。箸切れ。で、ちょっと今時間経って冷めたんですけど、冷めた状態でもかなりしっとりしてて、そのままでも十分美味しく食べられると思います。ナムルの味付けにも塩麹を使っているので、すごくまろやかな味わいのナムルに仕上がって、一応タレは作ったんですけど全体的にしっかり味がついているので、ちょっとピリッとさせたい方はタレをつけてもいいですし、そのままサンチュにナムルと豚肉を巻いて食べても美味しく食べられると思います。じゃあ逆にこのタレとサンチュだけでいってみよう。お肉がかなり美味しいので、お肉にちょっとタレつけてサンチュで巻いて、それだけでもすごく美味しく食べられますね。はい、ということで今日はお肉しっとり柔らか韓国風塩麹ポッサムを作ってみた動画でした。塩麹を使うことでお肉が柔らかくなって、さらに炊飯器で調理することによってしっとり柔らかな豚肉と、塩麹でまろやかになったナムルがすごく美味しいレシピだと思います。サムギョプサルとかも人気だとは思うんですけど、サムギョプサルよりもすごくあっさりした感じで食べられて、野菜もいっぱい取れるレシピだと思いますので、気になる人で作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。シャワダバイポッサーン、ポッサム丼したい。